15と前線記念碑はロシアマグニトゴルスクにあるモニュメントである。両手を伸ばした労働者から戦士に剣が手渡されている様子が表現されている。戦士は独祖戦の前線があった西の方角を向いているのに、対し労働者はマグニトゴルスク製鉄所がある東の方角を向いている。高さは15メートルである。モニュメントは 1979年6月28日から29日に公開された。設計は建築家のヤーコフ・ベロポルスキーによる。彫刻は彫刻家のレフ・ゴロブニツキーによる。モニュメントに十五と前線という名前を付けたのはゴロブニツキーである。母なる祖国像このモニュメントは三連祭壇画の最初の部分を表現しており、二番目の部分を表現しているのは ボルゴグラードのママエフの丘にある母なる祖国像であり、3番目の部分を表現しているのは、ベルリンのトレプト公園にあるソ連英雄記念碑であるとされる。モーニュメントには、花崗岩で作られた星の形をした花と、その中で燃える永遠の炎が含まれる。2つの台形のセクションには、独祖先に際してソ連邦英雄の称号を授与された。 マグニトゴルスク市民の名前が刻まれている。2005年5月9日に新たに設けられた2つの三角形のセクションには戦争で命を落とした1万4000を超えるマグニトゴルスク市民の名前が刻まれている。このモニュメントはマグニトゴルスク市が設立されてから40年が経つのを記念して建設された。 戦争に使用された戦車のおよそ2分の1と砲弾のおよそ3分の1がマグニトゴルスクの鉄鋼を用いて製造されたことからモニュメントを設置する都市にマグニトゴルスクが選ばれた。モニュメントを建設することを目的として、ウラル川のほとりに18メートルの高さを持つ人工の丘が作られた。丘の基盤部分の固定には鉄筋コンクリート杭が用いられている。 83トンに及ぶ青銅の像が、レニングラードで鋳造された後に分解され、鉄道によって、マグニトゴルスクまで運搬されてから組み立てられた。ありがとうございます。